今シーズン好調を維持しています2人です。まずは2番の川本です。1番2番と連続バーディーでセカンドラウンド発進していきました。堀琴音もこの2番バーディーパットを沈めます。その後バーディーを重ねていきます両者。13番の堀です。こうして振り返ると長いバーディーパットよく決まってますね。入ってますね、川本はバックナイン入ってからなかなかバーディーなかったんですがこの16番長いパットを沈めました。ライバル勢もちょうど追い上げてくる中だったんですが大きなバーディーとなりました。そして18番も沈めましたね。16そして18と終盤2つのバーディー、これでライバルたちを引き離しにかかりました。12アンダーでホールアウト。ただ堀琴音もこの18番最後バーディーでのフィニッシュということになりました。